いや参ったね。ちょっと最近っていうかここ2ヶ月くらいいただいたコメントに返信していないっていう事態になってまして、正式に謝罪いたします。誠に参ったね。いや本当にすみません。これもひとえに私の怠慢の致すところなんですが、こういうことになってしまったので今回は動画でコメントに回答するっていう形にしました。さすがに全部にっていうわけにはいかないので申し訳ないんですが、気になったやつをピックアップしてお送りしたいと思います。で早速なんですがこちらですね。会長かわいいです。今日も声が素敵すぎますね。人生初コメ失礼します。会長の時計のセンスが共感できる部分がありすぎです。大好きです。応援してます。声と話し方大好きです。声が好き。ルクルトが好きでこの動画にたどり着きましたが、笑い方が好きすぎて何度も見てしまいます。コリコリー、ありがとうございます。いやーこういうのが欲しいのよ。反省してます。じゃあ次いきますね。男なのですか。主は女性。はい、ありがとうございます。これですね、以前も何度か同じようなコメントいただいたことがあるんですが、改めてここではっきり言いましょう。私は女子です。いやこの声聞けばわかるやろって言いたいんですけど、現代の技術の進歩がすごすぎて分からなくなりますよね。違和感ないボイスチェンジやとか自然に喋る AI みたいなやつもあるので、本当にそういうのにはびっくりしますね。なんですけど私は女子です。はい、では次。会長さんこんにちは。僕も時計大好きで時計欲しくて欲しくて、この競技会に入会したいのですが、入会には何か条件ってありますか。もし入会できたら将来は会長になれるよう頑張ります。ありがとうございます。入会条件ですよね。正直何も考えてなかったですね。競技会と言っておきながらめちゃくちゃ設定がザルですね。というわけで今決めました。入会条件、条件は2つです。1つはまあ腕時計に関する会なんで、時計が好きで今後購入を検討します、あるいはすでに時計持ってますっていうのは必要ですね。本当は機械式が好きだと嬉しいんですが、特にこだわらずに寄ってきやーくらいの軽い感じでいきたいと思います。それから2つ目ですね。この2つ目が重要と言ってもいいでしょうね。その条件はチャンネル登録すること、これですね。登録さえしてもらえればそれで入会手続き完了です。はい、では次ですね。新衣装を導入しましょう。これなんですけど、いやすでに見ればわかるやろみたいになってるんですが、夏なので衣装を変えてみました。なんかよく VTuber の方は新衣装公開みたいにやってらっしゃっていて、正直ああいうの憧れではあるんですけど、まあそういうアイドルムーブするような柄ではないのでぬるっと変えてしまおうと思っていたんですよね。なんですけどコメントいただいていたので、せっかくなのでちょっと紹介しつつみたいなことにしてみました。美女だけでも涼しげになってよかったかなと思います。はい、では次ですね。ちょっとここまで時計の話題少なめだったので時計方面にシフトしていきますね。新作で気になるものが一本もなかったので遠慮なく迷ってたモデルを買うことにしました。あるあるわかりますね。これ春に新作がドドドッと発表されるじゃないですかね。その時にめちゃくちゃ欲しいやつがあったらどうしようみたいなことで様子見で新作確認してから買うみたいなことですよね。ありますね。ただ気をつけなければいけないのが、狙っていたモデルが新作発表とともに廃盤になってしまうってことですね。これは本当に注意しないと泣きますからね。ある意味うんぷてんぷ的なところがありますね。はい、では次ですね。いつも楽しく視聴してます。価格改定前に思い切ってサントス・ドゥ・カルティエ MM のシルバー文字盤買っちゃいました。販売店にカルティエのオーバーホールについて聞いたら、丸ごとムーブメントを交換する方式からムーブメントはそのままで消耗品や部品を交換する方式へ変更されたらしいですよ。ありがとうございます。これはありがたいですね。このムーブメント総特価って人によるかもしれませんが、私としてはサントスの気になるところだったんですよね。なんか全部変えられると側だけになっちゃって愛着が湧きづらいかななんて思っちゃうんですが、いわゆる普通イメージするオーバーホールになってるっていうのは私は良かったと思いますね。はい、では次ですね。まだロレックスの実店舗いつ入っても何も売ってない。これは高級時計ブームの現在がやばいっていう動画でいただいたやつなんですけど、まあこういうことですよね。結局中国を筆頭に時計販売不調ですと言いながら、なんだかんだ人気どころは未だ買えないですよね。
ちなみに最近知ったんですけど、ロレックスブティック歴史や銀座本店でデイトナと GMT マスター2だけ来店予約の時間帯を分けるようになったらしいですね。これはマラソンランナーの方にとって朗報なのかどうなのか何とも言えない感じがしますが、買いやすくなるんでしょうかね。だといいなと思いながらこの情報を見ていたんですけどね。もし評判良ければ他のお店もこういう工夫をやってもらえるとありがたいですよね。それからこういうコメントもいただいておりまして、言うてブーム冷えても2時の価格が落ち着くだけで上がりに上がった定価は別に下がらんのやろ。これも同じ動画なんですけど、まあある意味その通りですよね。定価の方はなかなか下がるのを見たことないですね。以前私も調べたことがあるんですが、全く下がらないというわけではないようで、為替ですよね。今円安がかなり進んでるんで、どのブランドもガンガン価格改定して定価上がってますけど、過去に円高に触れた時に定価が下がったっていうこともあったようなので、全然ないわけではないようですね。ただ今の値上げってもちろん為替の影響もあるんですが、人件費とか原材料費とかの高騰も影響してるんで、まあ特に人件費ですよね。これは簡単には下がらなそうなので、一昔前の定価に戻るってことはなかなか難しいんじゃないかと思いますね。はい。それからこんなコメントもいただいてまして、連続値上げでお客さんが離れてしまったということなんですかね。メーカーには価格以上の魅力的な時計を作ってほしいです。本当にこれですよね。高くなるのは致し方ないとしても、それに見合ういい時計、魅力的な時計になってほしいと切に願いますね。とはいえ手の届きやすいのもお願いしたいところではありますが、はい。それではちょっと話題を変えまして、次のコメントなんですが、ロコモティブ予言2機グレーブルーダイヤルの色合いがたまらないですね。ジャガールクルトは欲しいメーカーなのですが、お金の余裕がないし、会長に悩んでいる時計を相談してもいいですか。ありがとうございます。触れようと思いつつタイミングがなくてって感じだったんですが、コメントでロコモティブの復刻を予言されていた方がいらっしゃったんですけど、マジで来ましたね。ガチの情報通が登場してびっくりしましたね。それで時計を相談してもいいですかってことなんですけど、ここは協議会ですからね。協議会の本分とすれば、やっぱりそういう購入相談を解決するみたいなところがありますから、これはぜひコメントで教えてほしいですよね。某応援団さんが時々そういう動画上げてらっしゃるので、私もやってみたい気持ちはありますね。はい。というわけでそういうコメントをいくつかいただいたので紹介しますと、こちらの動画見てポラリス欲しくなり悩んでます。とてもいい色ですね。ありがとうございます。そうなんですよね、ポラリス最近新作のポラリスが発表されたんですけど、なんかジャガールクルトらしからぬ良さげなダイヤルで、私は結構いいなと思っちゃったんですよね。なんかジャガールクルトって特にマスターシリーズなんかはデザインがあっさり気味で真面目な印象なんですけど、色気が足りないと言いますか、物足りなさを感じる時があるんですが、それはそれでいいんですけど、そこに来てのこのポラリスだったので、ええやんって思っちゃいましたね。ポラリス気になってるっていう方は今回の新作は結構おすすめだと思います。はい。でお次ですが、あははははが好き。話は帰りますが、明日中古の6654-3640-55B 見に行って、問題なければ購入の予定。上がりの時計、ちょうどウォッチボックスも満員で、中古の評価はいかが。渋谷の実在店舗です。アドバイスあればよろしくです。はい、ありがとうございます。これがですね、ブランパンのビルレのコンプリートカレンダーですかね。いやー、いいですね。ビルレってカレンダーのイメージがすごくありますよね。しかもシンプルなやつもいいんですが、複雑な機能をついたモデルは憧れますし、私はそういう王道系のモデルが好きなので、ビルレのコンプリートカレンダーは上がりの時計としていいと思いますね。はい。ではお次、カルティエのタンクとタンクフランセーズで迷ってます。もしよければご意見をお聞かせいただけると幸いです。ありがとうございます。私はこれに関しては一つの見解を持っていまして、男性ならばタンク、女性ならばタンクでもフランセーズでもっていう感じですね。タンクの方は男女問わずハマる時計だと思いますし、あと歴史とか背景みたいなものもありますから、私は結構タンクの方が好きですね。でタンクフランセーズですが、これは私の偏見かもしれませんが、女子アナのイメージがすごくあるんですよね。だから男性にタンクフランセーズがぴったりくるのかはちょっと何とも言えないところがありますね。ただブレスレットの時計がいいとなると、タンクよりもフランセーズの方がデザイン上ブレスレットとの相性がいいので、フランセーズもありかなっていう感じですね。はい。ということでコメント返しみたいな形でやってみましたけれども、また定期的にやっていきたいですね。はい。
で、最後になるんですが、こんなコメントをいただきました。最近見始めたものなんですが、僕たちはいつまで暖かくして寝れば良いでしょうか。新作と言いますよりか、みんな暖かくして寝ろよに変わる新作フレーズが楽しみなんですよね。これはわかる方にはわかると思うんですが、最後の定番フレーズなんですけれども、まあ確かにこの時期に暖かくしてはピンとこないようにも思うので、じゃあちょっと変えていきたいと思います。そしたらあれしかないですよね。では今回はこの辺で。それでは僕から以上。